ハーレーダビッドソン倉敷の亀田です。今日もね、撮影の方をさせていただきたいなと思います。今回は、2024年モデルの紹介をしていくんですが、前回新型になったストリートグライドとロードグライドの方をちょっとメインに説明させていただきましたので、今回は CVO ですね。CVO のファミリーをご紹介していきたいなと思います。CVO はストリートグライドとロードグライドとロードグライド ST というね、モデルが一応発表になりましたので、ここね、どんなモデルが出たのかなっていうのをね、押さえていきたいなと思います。ではまず CVO ストリートグライドから見ていきましょうか。こちらはハーレーダビッドソンジャパンのオフィシャルサイトの方になります。なのでね、お手元のスマホとパソコンでね、どなたでも見れるようになってますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ということで CVO ストリートグライド、今回は2色リリースされました。ね、コッパーヘッドって感じですね。ちょっとこうワインレッドのカラーにワインレッドのピンストライプが入ったようなデザインになってます。かっこいいですね、やはり。ちょっとこちらのはブラックアウトされたようなイメージになっておりまして、マフラーにね、ちょっとこうブロンズのようなカラーのマフラーが目立ちますね。で、もう一つはこちらオプションカラーになるので、まあ、これがなんとですね、カラーオプションで88万3300円追加のカラーになるんですけど、ただこちらの方はおそらく台数が少ないと思うので、ちょっと貴重なカラーになるんじゃないかなと思います。こちらがですね、レジェンダリーオレンジというカラーですね。まあ、オレンジとブラックのツートーンにはなるんですけれども、実際にね、カラーを見るととても深みのあるカラーになるんではないかなと思います。で、こちらは、ちょっとブラックアウトというよりは、一応メッキの部分を取り入れているので、はい、コントラストをね、楽しんでいただけるようなカラーになっていると思います。次は CVO ロードグライドね、見ていきたいなと思います。こちらはですね、CVO のストリートグライドとカラーリングは全く同じものですね。はい、一応コッパーヘッドというタイプと、レジェンダリーオレンジと。価格もこちらの2台は全く同じで、562万9800円からというふうになっております。で、カラーオプション、こちらのカラー、レジェンダリーオレンジは88万3300円のカラーオプションとなっております。はい、こちらのロードグライドも、まあ、去年の2023年モデルからこちらの顔つきになりまして、だいぶ進化したモデルですね。で、タンクにはナンバーワンのロゴが入っております。で、エンジンはミルウォーキー821VVT ですね。可変バルブタイミング機構が、採用となっております。最後に CVO ロードグライド ST、 こちらがですね、注目のモデルですね。おそらく通常のロードグライドとは、違って、まあ、ちょっとね、 ST ということで、まあ、スポーツツーリングの略になるんじゃないかなと思うんですが、サスペンションだとかエンジンだとか、あとはまあ足回りの装備ですね、もう走りに特化した CVO ということで、今までにはなかったモデルかなと思います。例えばですけど、フロントフェンダーだったりだとか、タンクコンソール、このパッセンジャーのシート部分のカウルのマフラーエンドだったりだとかっていうのがカーボンで作られてまして、あとはサスペンションがね、こちらのオイルタンクが別体型のタイプで、まあ、ものすごく高性能なサスペンションが前後ろついてて、あとは、まあ、こちらのディスクなんかもね、ちょっとこうウェーブ形状のものがついてたりだとか、エンジンも実はミルウォーキー821は一緒なんですけれども、こちらハイアウトプットエンジン、高出力エンジンということで新しいものになっております。まあ、あとは細かく言うと、こうクラッシュバーンね、エンジンガードではなくてクラッシュバーンになってたりだとかっていうのも変更点がありまして、はい、こちらはものすごく注目のモデルかなと思います。で、こちらは通常の CVO ロードグライドよりも価格の方が抑えられておりまして、544万2800円というふうになっております。で、ゴールデンホワイトパールのこちらのカラーの設定もありまして、こちらの2色は今のところ値段の変更がないというふうになっておりますね。この白ね、多分結構人気が出るんじゃないかなと思います。こうブラックのエンジンと白の外装がね、とてもコントラストがはっきりしていてかっこいいですね。はい、ということで今回は CVO を3モデル、ご紹介させていただきました。どれもね、かっこいいモデルで、お値段もとてもかっこいいかなと思います。ただ CVO モデルはやっぱり台数が少ないので、
本当にね、手に入るだけラッキーとも言えるレベルのバイクではないかなと思います。2024年モデルの早期予約の方を受けたまっておりますが、 CVO をご検討の方はですね、1日でも早くお声掛けいただけたらなと思います。で、詳細はですね、これからどんどん分かってくると思いますので、実写が入ってきたりとかしたらね、しっかりご紹介させていただきたいなと思います。以上、カメチャンネルでした。